みたいな。あー、アキレスタイミングね。から行こう。ミスター、ミスター、ミスター、ナンバースリーがスピーカー見てしてくれないよ。ミスター、第5部の、おお、来た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 、これで雪辱を晴らす。ナイスボタン、ナイスボタン。なんでそんなついてくるんですか、阿部さん。いや、逆だろ。2人で仲良くおった。いや、逆でしょ。アドミン左がストレージの右下で、はい、はい、いいですか、アドミン情報先に。はい、どうぞ。アドミンでシールド2、ナビゲーション1で、シールド2は、阿部クロムです。あ、なるほど。で、ナビゲーションが1で動いてたんで大丈夫かなと思って押しました。素晴らしい、素晴らしい。 あとリアクター付近3人ぐらいいたかな。僕とアルトさんが最後まで居座ってて、居座ってました。あれ、なんか居座ってました。まあでもキロ来てないですしね。別にそこはね、そんなにいいんじゃないですか。みんながどれだけ仕事熱心か程度。あれっていうのが面白かった。あれ、こりゃ話のネタないよね。うん、羊飼い圭さんと、そっちですよこっちですよってずっとやってます。なかなか困りましたね、やった。なんかお互い白っぽいなとか。うん、ああ、まあ別に特には、特にまあクロモさんとアベリーさんが他に誰もいてないけど殺し合ってないから、まあぐらいかなって感じ。ナビゲーションでもお互いに、お互いになんでついてくるんだって言ってるんでちょっと喧嘩してます。アベさんがずっとついてくるんですよ、マジで。本当にいや、おかしい。いや、これパクリやろうですよ。ほら、見てください、この格好。格好見てください、まず。普段の僕の格好パクってるんですよ、こいつはもう。え、インポスターです。俺のオリジナリティ溢れる俺の衣装ですけど、これ。何や、お前それ。オリジナリティやん。オリジナリティ。意見食い違ってるんで、ロラした方がいいんじゃない。ロラした方がいい。ロラした方がいいです、これ。いや、ロラよくすでにクロムさんに入れました。あ、さすが、サントスさん。あ、僕、スキップ入れちゃったな。申し訳ない。いや、これスキップに入れるってことはインポスターの発想ですよ、これ。今、2人でインポスターどうしていくか、どっちかで確実にインポスターがいるって発想に。あ、何いるんだよ。スキップ入れるってことはインポスター。これで本当にどっちかにいたら、あ、あれだからね、なんかもうよくわかんない。誰も死んでなかったら、こんなに楽しい宇宙船やのにな。おー。センターさん、俺、自投票だな。自投票しました。俺が自投票しました、俺自投票しました。自投票しました。自投票しました。なんでだよ。ここもローラーしないといい。まあ一旦リアクターかな。まあリアクターの方がいい。さあどうする。
そろそろ切り狙いたいな。はい、リポートです。はい、オーツ。場所はセキュリティ出口。ちょっとそしたら、サントス・アルトクロムは多分無理じゃないですかね。あ、アベリーさんも無理じゃない。アドミンとストレージ周辺いたから、コミュニケーションいたから。そうそうそう、今4人でロアエンジンに、クロムくん、クロムキュン、なんで僕弾かれたんだと思って。あ、ストレージに、まあ、センターさんいましたね。アドミンから一緒に行きましたよ。アドミンは一緒にいてた。あ、すいません、リアクター、ね、はい、直した組がいてて、その時セキュリティには死体が動いてる足湯さんだったのでなくって、しかも3人結構まとまって動いてたんですよ、うんうん、トータスさん、確かチャゲポヨさん、うん、K の3人下側に結構まとまっていってたので、うん、この3人は確実にこの殺人に関わってないです、うんうん。リアクター鳴ってる最中は僕アッパーエンジンにいたんですけど、先端も多分アッパーに、アッパーじゃねえや、あそこだ、ウェットベイ、ウェポンだ、ごめんごめん、ウェポンから、うん、ウェポンでダウンロードを私は上でやってたんですけど、真ん中で多分先端がタスクやってたのは確認してる。今の話だとお見てんのザチキンさんにならない。いや、ザチキンさんもエレクトリカルいてたよね。リアクター直した、リアクター直した後は、ゾートアスさんと計算かなと下に一緒に行って、竹ポさんは、竹ポさんか、うん、会いましたね。多分この辺りなさそうで、サンタさん、クロムさん、アベレイさん、センタンさん、俺コムズになった時エレクトリカルから 4人ぐらいおって、で、4人とも出て一番ケツがケイさんやったけど、絶対にそんな、うん、俺ケツにやったんやけど、全然位置的にベントとか使ってる時間はない。コムズの前は気にするけどな、したい。ちなみにコムズの瞬間はセンターのサントスがアドミン見てるところから、コムズ行って、うん、その後はこっちまで行けないのでセンターさんは無理に見えます。うん、結構最後の方、うん、結構最後の方だから、最後の方だったら より無理ですね。ストレージ多分5人ぐらい、うん、閉じ込められてるから、うん、閉じ込められた。残りの人行こう。クロムさん、アベレさん、アルトさんは見てるけど、クロムさん、アベレさんの話聞こう。いやー無理ですね、ロワインジンがずっとじゃあストレージだね。ん、誰にするから、まあじゃあ一応押します。まあボタン押します。うんうん、はいはい。やったタイミングは結構後なんだけど、いや押させた方がいい。押せよ。はい、押させていただきました。ありがとうございます。はい、場所コードを説明します。ストレージで、アベクロムサントスアルトが閉じ込め、なんかあれですか。いや、合ってる、はい、ストレージで安倍、あ、もうみんなもうそういうことですね。はい、あ、じゃあ続きます、はい、で、ロワーエンジン行って、安倍とクロムが、下で作業を、そのままサントス・アルトが上に行って発見って流れです。アルトさん、はい、そのストレージの合流までってその前の動きどうされてました。全部言うとベポンでタスクをやってて、リアクター鳴ってる、リアクター終わるタイミングぐらいでカフェテリア上で、その最中に、2個タスクあるからやってたら、コムサボ鳴ったんで降りてって、でコミュニケーション、アルトさん、で僕の後に結構来た。アルトさんが多分一番狭めれると思うんだけど、アルトさんの中で殺人犯候補って誰ですか。センタンとサントスさんは無理なんですよ多分。うん、先にいたんで、でもう一人確かにコミュサボ直してる人がいたんだよな最初に。あ、それアベレージ、クラマベレージかな。リアクターなったタイミングでアッパーいた人って誰でしたっけ。誰か言いませんでした。リアクターなったタイミングである、多分あるって、ね、あ、ごめん、それは僕の言い間違い、ウェポンとアッパーを言い間違えてるだけ。あ、なるほど、うん。あれはセリフはどうなんですか。サントスさん目線無理なんじゃない。一緒に私は最後行ってない。私一人だけエレクトリカルに寄ってったから、アベレージさんとクロムさんが分かる、アルトさんがセリフかどうか。いや、分かんないです。分かんないです。見えないじゃん。僕だけなんです。セリフもありえるかもしれないですね、そういう意味では。そう、時間的にはどうなんですか。あんま分かんない。足湯さん結構生きてたもん。だって4人で動く前に足湯さんセキュリティに残ってたもん。
から、ヤクターの後はシュルさんがセキュリティに入って何かしたいんだけど、セリフ詰められますこれ。いや、タスクでいいんじゃないですか。うん、アルトさんもったいないです。え、僕のセルフ、え、ない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 。ザチキンアルトさんについてきます。じゃあザチキンアルトのペアセット、え、見ろ、はい、ありえるくね、可能性あるで、ありえるっぽいだよね、まだ全然ある。もう一回ちょっとペア変えた方がいい。怖くない？他してそのペアは。え、というか俺のセルフを追うってアベレージさんとクロムさんマジで言ってます？そうだから私は、あ、ごめんね、あ、直前に2人見られててってことだよね。うん、サントスさんもそうなんだけどね。ああちょっと待ってね、あ、そっか。私はロアエンジンのロアエンジンの直前でサントスアルと黒川アベレージの4人でいる状況まで覚えてます。で私はエレクトリカルの下を確認、一人行った方がいいなって、私だけそこでエレクトリカルに行きました。なので閉まってたんでね、エレクトリカルが。で、エレクトリカル閉まってたから、やっぱ戻ってみた方がいいなって、私はロアの入り口でその3人を見送ったんで、その後の3人が分かりません。なので、アベレージさんと黒川さんが、アルトさんがセルフがないのかっていうのを知りたいなと思って質問したって感じです。なんかそんな気すっきだな。なんか、っていうか、あれ、そもそもなんかもうちょい前に死んでそうですけどね、はい、アルトさんが多くなってしても。だから、足湯さんは4人がリアクターからロアエンジン、エレクトリカルに行く前にセキュリティに入ったのを見てるから、そんなに昔じゃないっていう。え、でも それってコミになる前でしょ、でも。K さんってあれ、それリアクター直後でしょ。リアクターの直後。うん、直後でしょ。だからそっから考えたってコミュニケーションになって、コミュニケーション終わってだってそっからアベリーさんとサントスさんとで合流して、そっからレポートでしょ。いや、あんまり直近だって考えた方がいい気がするけど、アルトさんのセリフないな。だってそんな近くにアベリーさんと黒川さんと一緒に同行してるのに、そこで殺してセリフする意味ないので、なんかあるならザチキンさんとの二郎でザチキンさんがキリしたのをもう見つけるしかなかったみたいな、その別れてくらいだと思いますよ。あるならね。だから推理はどんな感じ？え、雑金さんがやったんじゃない？なんか不自然だったけどな、あのペア気味は。それだったら K さんとアルトさんの方がいいと思ったけどね、僕は。だから押すべきって。雑金さんがやったと思う。じゃない？雑金一そこしかなくない？雑金はセルフ以外でアルトさん下がってるんで、雑金はつけたかったんですけど、入るなら入る。あ、いいよ。じゃあ疑ってる要素を言ってくれれば。理由を。アッパーとウェポンが本当に言い間違いだったのかってのが気になってます。あのめちゃめちゃ言い間違いです。それセンターが証明できます。なんかただ、ウェポンでいたからまとめさせてないだけな気がする。ボタンはもうこれで降りていいんじゃないですかね。あともう2人ぐらい俺見られてるはずです、ウェポン入るときに。ザチキンさん一緒に動こう。キンさんとアルスさんがいいんじゃない。これありがたいな。取り出すかですか。
どうしようかな。早いな。あー、キルするタイミングに。死んでろ。あ、死んでろ。あー、ごめん。まあ、エレクトリカルに思ったより最終は集まったんで、まだいけるかなと思って、左側ある程度セキュリティとかも見たんやけど。うん、トータさんが左側にいたら多めにいましたね。その時サンドさんは見てない。見てないです。その前にね、どっかでね、右方向へ、でも左側から右へ向かおうとするサンドさん見たかな。あのね、ローワーで1回か2回ぐらいあった。結構見つかってないですよね、これ多分。少しだけ、タチキ、タチキ、タチキさん、どっち側に動きたいですか、はい、すみません、結構僕優先して動かしてもらっちゃった。左側に今タスクが、了解です。じゃあ、タチキンさんペースで動いてもらって大丈夫です、次から。はい、とりあえず、サントスさん殺人にはタチキンさん関わってないです。ちなみに、もう一個ボタン押した理由がトートスはタスクが終わりました。うん、だいぶあと1ゲージぐらいでしたね。そうですね、結構タスク終わりそうなんで、もう、タスク優先でガンガンでも。1.6 です、残り。じゃあ、あれじゃない、やっぱ、ピアの方がいいんじゃない、やっぱ、雑巾さん、タロさん、気がするけど。じゃあ、俺、アルトさんと動こうか。そうですね。あ、はもう、あと9で終わるから、いいよ、別に。ケース。トータスさん、アルトさんのペアセット、雑巾 K のペアセット、残り4人がフリーで動くっていうような状態ですね。はい。さあ、はい。サントスさんの目撃情報、もうちょっと現れていいですか、これ。見てないですね、まあ、でも左にいたのはジャゲポヨさん、トータスさん、ザチキンさん、ケイさん、アブレイジさんですね。左側の方には死体はないと思うんで、多分あれはカメラ見てたの誰で最後。あ、アブレイジさん、アブレイジさんか、うん、え、俺も最後らへんいたっけと、うん、いたアルトさんが電気消えた時に真ん中のデスレ違ったわ、アルトさんが。まあ、あれ最後リアクターの方に行った人って誰かいます、ロワー通って。そうだけどな、しロワー通って最後ロワー通ってリアクターあれサントスさんかな、でリアクター方面からトータスさんが降りてくるの見てるんですけど、あとまあまあ、からリアクター方面に行く人が誰かっていうのちょっと見てなくて、あとまあまあブーブー鳴らしてもいい気はします。はい、まあとりあえずアルトさんと行動します。はいよ、はい、おい、じゃあ合流してから行きましょう。タゲポヨさん、まあシャネかな、このペアは。どっちみち言わなくても組まれただろうし、鳴らしまくりだな。そうやりたいけど、マジか。先端さすが。うわ、やってしまった。うわ、ごめんなさい。うわ、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、これ僕あの、いや、あの、いや、ごめんなさい。いや、ずっと押しとけばよかった、普通に。先端がいる。アドミンで、やらかした。一回真横にあったんですけど、スルーしてボタン押しに来ましたね、また。しまった。すいません。だから私、ナイス、ピアロード増えて、直す人が少なくなったタイミングでしたね。いや完全にやらかした今。いやでもこれアルトさん上手やったな最初。あれセリフだったんですか。そう、アルトさんに殺されたんですよ。でアルトさんに殺されて、ちょうどケイさんが僕のこと見に来たじゃないですか。うん、見に行きました、ナビゲーションで。
はい、ナビゲーションちゃい、あのカメラのところでセキュリティ で、はい、でそれ出た後にすぐに殺されたんですよ。だから結構時間経ってで、アラストさんもどっか行ったんですけど、多分アラストさんがこう城を取れた段階で戻ってきてセルフやりに行ったんですよね、多分。そう、だからアルトさんって多分殺してもう一回戻ったんですよね、多分。そうなんです、そうなんです。あ、そうです、そうです。いや、だから私に。うわぁ、きついな、今の。下で殺されたんですよ、アメリジさん。だろうなと思ってたから僕は、あの、それが多分、ほぼほぼ分かってただろうから、分かってたから、はい、下へ。殺害時刻、本当のこと言ってた。あの、もっと早く殺されてたんじゃないかっていうインポスターしかわからない視点をずっと提示してた。そんなはずないから、アルトさんが。だって、3人に見られてる状況で。あんだけ浮いてたら、やっぱり、やらなあかんな。ああ、もう浮き打ちアルトさんぐらいしかなかったかな。あとは、トータスがあの、3人で。あんま浮いてないように言ったんですか、うん、そう、いや、多分そんな浮いてなかったから、ザチキンさんにヘイトが向くように、二郎を追わせて、最終的にペアになってくれたから、ザチキンさん。いや、もう割とアルトさんが、あと9だけでいいよって言った時に、だいぶ、あ、この人黒っぽいなって思って、俺もの残り時間があと10ぐらいになったら、もうどこにおってもとりあえずあの位置やったら、リアクター走ろうと思って走ったんやけど、下で殺されてたら。誰もおらんで、安倍さんがうろうろしてたらおもろかったな、最後上下行ってあーってなってたらおもろかった。いや、下そう押してるけど治んないから、えーと思って上行ったらなんか普通に負けちゃった。あれ、ずっと押しとけばよかったな、普通にもったいに戻しちゃった。やっちゃった。いやー、タスク優先しちゃった。8人いるし大丈夫だと思った。もうまさにインポスターのワンチャンスは油断のタイミングなんで、タスクが。いやー、油断しちゃいました、正直。確かに。やだ、次のインポスターありたくない、みんな直しに行くもん。ちょっとでもトータスさん引っ張れたのでよかったかな。あー、ちょっとだけな。でも俺我慢、気づいたんやけど、私であ、これまずいやつってなったんやけど、思ってたから動きはしたんやけど、間に合いません。いやー、お見事お見事、いいリアクター勝利でした。ナイスです。ナイスですね。リベンジでした。ナイスですね。リベンジできた。よかった。ナイス。ほんまや。いやでもね、インポストやって分かりましたけど、ここの人たちタイミングがないっす。マジでマジでなかったですね、ずっとね、キルが。サントスさんキルももうゴリ押しだったからな、正直。センターさん、アドミ見た後の私殺すの好きすぎるでしょ。アドミ殺そうみたいな。いや、だってアドミ見て、アドミの資金よし、いない、じゃあ殺すっていう。あ、なるほど。そう、アドミ情報を活用してキルしてるんですよ。あー、なるほど。あ、そういうあれなのか。そうそうそう、なるほど。付近にいないっていう確認で殺してるのか。そう、なるほど、ね、発見が絶対遅れるタイミングでキルしてるんで。いや、マジで最初の安倍さんとのペアやんなきゃよかった。めっちゃついてきたよね。あれマジでタスクガンガンガンなかった。めっちゃ終わってなかった俺。帰ろう。あれだ、そういうのは。いや、作るとね、タスクが。うん、いやー、ギリギリでしたね、本当に。いや、ナイスでしたね。いやー、センターのおかげです、これは。いやー、ありがとうございます。いや、お見事。神やった。インポスターお見事、素晴らしい。最後は、してくれたか。確認できてなかったんですけど、誰かキルされたんですか、はい、最後は。ウクロムさんを、単独で動いてるリアクターを向かわせないように、キルしましたね。右行って、カフェテリアで殺しました。アルトさんの裸かな。お、裸ですか。はい。すいません、ありがとうございます。来ます。裸のアルト。来ていただけるなんて本当にありがたいです。よいしょ。あれ、私死んだ時カメラ見てたのって安倍さんでしたっけ。誰だっけ。アベレージさんだと思います。ですかね。あ、ギリギリ死体映らない位置でしたか。境界線ぐらいだったか。ですかね。あ、多分ね、中やったっすね。死体転がってたんだ。はい。際どいところですよね。あ、ありがとうございます。参考になりました。その映る位置か映らない位置か気になったんですけど、なるほど、あそこだと映らないです。ありがとう。サンタさん、サンタさん、はい、サンタさんこれ。ネタ合わせしてる。右下見て、右下見て、これこれ。今回ってるとこ見て、回ってる。これ、これからのこ、こ、こ、こ。いいよナイス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 、それナイス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 
ん、あ、あ、うんうん、普通に離席してる説。はは、は、この後ちょっと歌を取ろうかな。は、は、あ、うん、今何の声真似で何の歌取るんですか。そういうことか。ちょっと赤座でうっせぇわを取ろうかな。おぉ絶対バズるやつじゃないですか、それ。あ、だからそんな感じの出されてましたよね、でも。キング、キングですね。キングか。いやもう、あの、頭の出来が違うのでじゃなくて、体の出来が違うのでね、ボニーは。おぉ、すごい。卑怯者。なんやこれ。あ、戻りました、すみません。俺は太陽から逃げているんだ。赤座だ。さあやりましょう。いますか。本当にいいですか。さあやりましょう。かたくなに帰る。同調圧力に屈しない。行きましょう。